どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新しいセレクションボックスね、セレクションボックスが来ましてね、このセレクションボックスに入っているカード、すごいパワーカードめっちゃ多くて、今日は、まあ、サムネイルにも多分なってると思うんですけど、めちゃくちゃかっこいい根源流レビオニアっていうね、このレビオニアなんですが、私結構思い入れがありまして、あの OCG の方であのソウルフュージョンっていうサンダードラゴン の融合体いるじゃないですか、あのあいつが入ってるパックの最高レアだったんですよこれで、あのポルンガと一緒にトゥエンティス出るまで向くっていう謎の中闇のゲームやって、で2人ともなんか全然出なくて、確か9ボックス目か10ボックス目くらいにやっとレビオニアのトゥエンティスが出たんですよ。これね、確かその当時2万とかぐらいの価値あったんですよね。めちゃくちゃ高くてめっちゃ嬉しかったんですよ。まあ、これがリンクスにも実装と、早くね。てかさ、そもそもさ、カオスモンスターってさ、他にもいいんじゃ、解脈とか先に組んねえかな。なんで根源流の方が先なんだろう。ちょ、意味わかんないんだけど、まあ、強いので使っていきます。で効果はですね、まあ、ドラゴン族特殊化モンスターでカオスモンスターなんで、墓地から光闇を除外する特殊化ができるんですけども、3体いります。光か闇か、まあ、光だけでもいいんですよ。光だけでもいいし闇だけでもいいし、なんですよ、3体いります。コストがちょっと重いですね。でこの方法で、除外して特殊化に成功したときに、属性が光だけの場合、闇だけの場合、そして光と闇の場合っていうので3つ分かれています。で光のみの場合は自分の墓地からモンスター1体を特殊召喚する守備表示で、これでブルーアイズデッキとかだと光、除外してブルーアイズを特殊召喚して、8エクシーズとかランク8を乗せていくっていうね、動きができたりとか、あ と、闇のみだと、手札をランダムに1枚、デッキにバウンスする。で、光と闇だった場合はフィールドのカード2枚を選んで破壊する。まあ強いですね。まあ、やっぱ光と闇のこの2枚選んで破壊するっていうのがボードアドバンテージが取れるんで、まあ、この効果を使っていきたいと、そういう風に考えております。あとなんかこのなんだろうな、フォルムがかっこいいんですよね。これイラスト違いのカードもあるんですけど、これめっちゃかっこいいんですよ、レビオニア。マジで、まあ、青眼にも入れて使おうと思ってますけどね、私は。で今日は何デッキにじゃぶち込むんですかっていう話ですよね。ガイアです。やっぱり、ね、カオスモンスターって、ね、ガイアなんですよ。で今回新しく追加されたこのコントンさんの効果によって結構いろいろできて、コントンさんってこれ墓地の光と闇を除外すると、手札に回収できるよっていうエンドフェーズにねっていう効果と、あと、カオスかガイアの打点を1500ダメージでアップするよっていう効果を持ってるんですけども、これでね、その天地開闢っていうやっぱパワーカードあんじゃん、ガイアデッキって。これどういうカードかっていうと、デッキからカオスソルジャーかガイアを含む戦意速3体を相手に見せつけて、で相手が1枚選んで、それがカオスかガイアだったら手札加えられるし、じゃなかったら全部墓地で叩き落とすっていう、まあそういうカードなんですけども、これで要はピンポイントで混沌とか落とせるんですよ。で落として回収して、で光闇除外すると墓地からその除外ゾーンに光と闇属性のモンスター行くんで、聖戦士のこの特殊召喚に成功した時の誘発効果、除外されている自分の光属性または闇属性のモンスターを除外ゾーンから墓地に戻して相手のカードを除外するっていう、この効果を使いやすくなるんですよ。すごいね、やっぱりね、まあそういう風にデザインされてるんだけども、めちゃくちゃ強い。で一番強いのはこれや、一族の結集、これがマジで強い。いやまああの戦士族墓地からも手札からも特殊召喚できるので、今回さ、新しくさ光の援軍っていうの入ってるんだけど、これで墓地肥やせるんですよ。だからこれとこれで墓地肥やせるんで、結構あの肥やしギミックは十分なんですよね。これでだからゴリゴリ光って闇を墓地に叩き落として、レビオニアを出していったりとか、イズ族の結集で、カオスソルジャー出していったりとかして、大型で並べると、でダメージで1500アップして4500とかになると、強いですよね、非常に。もうロマンしかない、めちゃくちゃ楽しいから組んでみて皆さんもぜひ。ということでデュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、デュアルハゲ、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ちょっと若干事故ってるが、まあ頑張りましょう。天地開闢で一応暗黒騎士ガイア持ってこれるので、一応ワンキルさえされなければなんとなると思うんだけど、ワンキルだけやめて、あサブテラか、オッケー、多分ワンキルない、裏やろ、オッケー、誰、リグリ魚、リグリオッケー、
リグリアードって何これ。そのアクアパッツァはさ魚ってわかんじゃん。こいつはなんだ、モグラか、なんだこいつは。モグラでいいや、モグラ2体、モグラ2体強くないか、モグラ2体強くないですか、モグラ2体は強くないか。天地開闢するわ、天地開闢効果どう。ここは混沌、混沌さん、混沌さんと混沌さんと混沌さん、混沌さん、混沌さん、いや失踪さんかな、失踪さんで、これで相手が混沌さんを選んでくれて全部落ちるっていうのが理想。できれば3分の130%引け、いけ、ギャンブラー、ギャンブル、よしオッケーで、混沌さんの効果増、墓地の光属性モンスター、そして闇属性モンスターをこのゲームから除外し、自身を手札に回収、そしてドロン、あーめちゃくちゃ強いな、めちゃくちゃ強いの来たわ、ライトロードアサシンライデンを召喚、アサシンライデンさんの効果発動、デッキトップ2枚墓地の食っていく、覚醒と覚、失踪、あいいね、すごいいいわ、めちゃくちゃいい、で いつでも結集して、あこれやばいかもしんない、これやばいわ、これやばいかもしんない、ですね、まずこいつを特殊召喚すると、除外されている光属性か闇属性モンスターを墓地に戻して、光と闇がいるんで、これでレビオニア出せますね、これ。あ、これやばいですね、普通に。普通にやばい。やってること結構やばい。ちょっとバック反応ねえから、これでいいか。ちょっとこれわかんねえ。なんか、めんどくさそうなカードだったら嫌だから。まあ、後ろでいいかな。後ろ1枚を、除外していくという形になりますね、これは。で、こうして、で墓地の光属性モンスターと闇属性モンスターを合計3枚除外し、根源竜新カオスモンスターレビオニアを特殊召喚、レビオニアの効果発動、フィールドのカードを2枚選んでなんかすごいこと起きてる、え、なんだ、なんかすごいこと起きてる、なんかすごいこと起きてるんだけど、これ投げるか普通に。で墓地いないからこれでいいや。で、これ殴って、まあ、聖戦士はまあいいんですよ。聖戦士は別にいいです。聖戦士を戻されるのは別にいいです。はいはい、OK です。OK。で、ターン終了ですね。なんかすごいこと起きてるよ。今すごくなかったっすか？これ宇宙すぎますよね。やっぱカオスモンスターって結構やばいんだよな。まあ、早く開闢来てくれっていう話あるけどね。ここのレビオニアンとかマジで開闢でいいから、開闢をくれっていう。話はあるんだけどさ、レビオニア許されてなんで海部屋がダメなん、なんでなんでしょうか。やっぱその造園とかでサーチできたり、なんかその混沌の場でサーチできるっていうのがダメなんでしょうか。ちょっとなんか違いがよく分かりませんけどね、なんでこんなに海部屋を渋っているのか。レビオニアの方がどう考えてもやべえだろ。ちょっと来てきた。でとりあえずアサシンライデンさんを墓地送り、これはもう召喚してあの3000の打点超えられないんで、ここで、2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚、聖戦士カオストジャー、聖戦士カオストジャーの効果と除外されている闇属性または光属性のモンスターを、いやこっちだな、戻し、てめえのモンスターを1枚除外するぜ、バトル、聖戦士カオストジャー、ホーリーカオスブレード、ダメステ4号ドーンやばい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 、なんかすごいこと起きてる。くそ楽しいんだけどこのデッキ、根性めんどくさ、このデッキ 最高なんだけど。光の援軍効果発動、なるほど、あ、まあ、あいいですね、あまあまあまあそこそこいいですよ、まあ光と闇が、闇かいったのはいいですよ、まあ、とりあえずアサシンは行くわ、これでアサシンで、まあ、できれば先生士とかそっち系のカードが落ちてくれない、まあまあまあ天地開闢結集ターン終了だ。攻撃強靭怖いけどな。で混沌の使者来た、いいね、いいんじゃない。暗黒騎士がいいやと、覚醒本源いらねえかも、本源いらねえわ。でこうして混沌回収で、あとは天地開闢してカオスソルジャーを持ち送って、
あれですね、一族の結集で特殊召喚すれば1枚除外です。いや素晴らしいですね、このデッキめちゃくちゃ楽しいよ。やっぱ遊戯さんでカオスソルジャー使ってるっていうやっぱポイント、まずここで評価こう。なるほど、やばい、ワンケルされる、ワンケルされそう、やばい。いやでもあのなんだっけ、どでかいやつじゃなければいけるわ。あの2400のあなんか2連打するやつ、名前出てこねえや、キャットダンサー、キャットダンサーであれば多分除外できるんで対象取れるんだ、あいつは。だからあの低戦士になってもらうわ。オッケー、三癖、三癖怖すぎかよ、三癖は怖すぎだろ。で天地開闢の効果はどう、天地開闢の効果によって聖戦士カオストルジャー、そして聖戦士カオストルジャー、そして暗黒騎士がいやか混沌かっていう話はあるけど、混沌だ、これはこれは混沌だ。でここ3枚選択し、相手が1枚選んでそれがカオストルジャーかガイアだった場合は手札に加えていく、それ以外は墓地が来る。天地開闢やっぱピンポイントで落とせるのめっちゃ強いんだよね。ああマジか、まあ、いいや。一族の結集の効果発動、フィールド上の戦士族モンスターを選択し、墓地または手札より戦士族モンスター一体を私のフィールドに特殊召喚、そして聖戦士カオストルジャーの効果発動、除外されている光属性または闇属性モンスターを墓地に戻し、相手のフィールドのカードを1枚選択し、そのカードをこのゲームから除外する。コンセントレートやべえから入ってんな。で混沌の使者の効果によって混沌さんの効果、失踪さんと覚醒さんをゲームから除外し回収。いやー強い、これで、ダメステ6000だ、ダメステ6000、ダメステ6000、これは根性が貫通できる、ワンチャンスあるぞ、ワンチャンスある。これはガイアでいいだろう、これはガイアでいいだろう。でガイアを攻撃表示で召喚、反応あるんだよな、反応あるんだよな。うん、シンクロ召喚していくかどうか、生体竜出すかどうか、別にいいんじゃないかな、そのままで。これ多分ゴリ押せば多分ね、いやいけんだよ多分。ここの混沌の下が超強いから、いけ、ホーリーカオスプレートダメージステップ、自分ダメしていいですか。混沌の混沌さんの効果を聖戦士カオストルジャーの打点を1500ポイントアップするぜ、さらに重ねがけ、うわうわ根性貫通じゃバカだね、いけコンセントレート、バカめ、もともとの攻撃力になるんだよ、私と戦闘をしたモンスターの攻撃力はな。そして混沌の使者を回収強すぎかよこのデッキ、このデッキ強すぎ、新たやばすぎ、マジで楽しい、ほんとマジで楽しいから組んでみて。さあお相手の方、パイナポー龍崎さん、よろしくお願いします。キュエルスタンバイ、キュエル、よし、ハンドはいいぞ、ハンドは強い、結集2枚は強い、これは勝った、これは完全に勝った。プレミアムにねさせていただきました。お、サイバーだかもいいだろう、プレミアム加工にね3枚ともさせていただきました。私結集をサイバーだけっちでしょう、てか巨大結成サイバーだけっちなんかあれやな、やべえカードだな。ネクロバレー、お、ネクロバレー、ネクロバレー、ネクロバレー、え、ちょっとネクロバレーか、ネクロバレーやばくないか、普通にネクロバレーはやばいの、ではネクロバレーはシンプルにやばい。失踪の暗黒騎士、召喚、召喚まんまいいですよね。で結集、結集して、でもこれ殴るしかないか、ダメです、ダメして入っていいですか、ダメしていいですか、ダメしていいですか。でここで使わせてるしかないもんじゃって、カノンの効果いいよ、カノンの効果いいよ。え、これさ、あのさ、キツネ、赤いキツネとさ、あの赤いキツネを落とすのだけやめて、赤いキツネと緑のタヌキのあの赤いキツネを落とすのだけやめて、ふざけんなよ、だ、なんだよこのデッキ、どうなってんだよこのデッキ、おかしいもんこれ、なんでさダメ捨てでさゼロにされなきゃいけないの、こっちがおかしいじゃん。とかネクロバレーって何、マジでネクロバレーってどういうことおかしいじゃん、自分だって
自分だってサイバーダークカロンでエッチの効果でなんか装備できなくなるじゃん。おかしいもんだって。ネクロバレ入ってるのこれ絶対に。バトルやめてよ。何これ、やめてーやめてーやめてー。は、勇気をおもろ